じゃーん、カレリアセーターが完成いたしました。めちゃくちゃ可愛いです。このね、刺繍のようなお花の編み込み模様がね、すんごい可愛いんですよ。ときめく。パーセントたったの8玉でできました。お気に入りポイントがいろいろあって、まあ、ネックのね、首の詰まり具合も好きですし、この袖ね、袖が可愛いんですよ。リブの部分が長くて、ちょっとポワッとしている感じがね、非常に可愛いでございます。パターンはラベリーで見てみてくださいね。ほいで、早速次のものを編み始めております。こちらはベストです。パターンはケイトピエロさんの無料編み図です。糸もケイトピエロさんのです。ソフトメリノと、これがね、ナタリーっていうふわふわのやつ。日本のね、編み図を見ながら上を編むっていうのがものすごく久しぶりで、ちょっと見方をね、忘れているぐらい本当に久しぶりなんですけど、加えてアラン模様のベストなので、もうめちゃくちゃ難しいです。まあでも1枚のね、ベストのパターンが A4 の紙1枚でね、できてるっていうのは、まあ、結構簡素ですけど、コンパクトにまとめられてて、まあ、日本の編み図って本当よくできてますよね。でも最近本当文章パターンばっかりね、編んでたので、こう文字をね、たどっていけば編んでいける文章パターンと違って、日本のこの編み図っていうのはね、図を見ながら編んでいくので、本当今どこ編んでんのか分かんなくなっちゃうっていうのがね、多々あってね、ちょくちょく間違いながら、まあ直しながら進めてるんですけど、これアラン模様なのでね、間違えると本当に戻るのが大変なんですよね。なのでね、ベッドの上で超集中しながらね、頑張ってここまで編み進めてきました。トップダウンでね、輪でぐるぐる編んでいくっていうウェアばっかりだったから、これは前身頃編んで、後ろ身頃編んで、で、とじはぎして、ネックを編んで、袖口を編んでって感じなので、ほんと最近作ってたね、お洋服たちとは全然違う作りなので、まあまだ前身頃編み始めたばっかりですけど、とってもね、楽しく編んでおります。で、糸がね、ソフトメリノとナタリーっていう糸を引き揃えて編んでるんですけど、このナタリーっていう糸が、まあ、ちょっとモヘアっぽい感じなのかなと思って購入したんですよ。ウールとアルパカで、芯がナイロンになっている、もう超極細の糸なんですけど、結構ね、モヘアとは全然違って、綿っぽい、もうナイロンの細い糸の周りにふわふわって、なんか柔らかい綿が包んであるみたいな感じの糸で、紐感が出るっていうよりは、なんか糸がふわふわ感が出るっていうかね、編み地も薄く綿が張ってるみたいな感じの、なんか編み地になっております。まあ今ね、編んでいる途中なのでね、私の手汗やら手油やらが染み込んで毛も寝ちゃってると思うので、まあまた水通しをしたらもっとふわふわになるかもしれないしね、まあ編み上がりが楽しみですね。まあこんな感じで、私の編み物モチベーションは今めちゃくちゃ高くて、かぎ針編みも棒針編みももう超楽しくてね、やっぱね、毎年夏はね、あんまり編みたいなっていう意欲が湧かないというかね、全くないわけではないけど、なんかまあ編み進められないなっていう感じの日々がね、続くんですけど、ちょっとやっぱ秋になってきて、で、秋糸とかがね、いろいろ販売されてくると、なんか編みたくなっちゃうんですよね。もう今だってこれ編みながら、次何編もうかなっていうのを考えて糸とか探しちゃってますしね。今期の秋冬の目標は、まあセーターとかね、
まあ、ニットのお洋服は買わずに全部自分で編んだものを着たいなっていう。だからね、あの買うお洋服はニット以外のものだけにしようかなって思ってます。まあそのためにはね、パターンが必要なので、もしね、おすすめのまあ本とかね、ラベリーのパターンとか何かあれば教えていただけると嬉しいです。最近本当に編み物本買ってないのでね、ちょっと今度久しぶりに本屋さんに行ってね、まあ自分の目で見てみて、なんかいいパターンとかがあればね、本を購入しようかなと思います。で、まあこのパターンはね、ケイト・ピエロさんからあの PDF ファイルをね、無料でダウンロードできるので、アランベストっていう名前のパターンだったかな、可愛いので、ぜひ皆さんも編んでみてください。それではまた。